いざ。シャドウ、シドさん、シドさん、お久しぶりです。イプシロンか、奇遇だね。はい、シドさんは例の件で。ああ、例の件だ。いいタイミングで来てくれたな、イプシロン。とんでもない。シャドウ様が私にお力を授けてくださったのは、こういった時を見越してのことなのでしょう。この国では芸術で認められれば、人種や身分に関係なく敬意が払われます。だからこうして私も堂々と城に入ることができるのです。で、一番弟子の僕も一緒することができると。申し訳ありません。本当は主様こそが私のピアノの師匠だというのに。スライム率 99%、 重心の移動に合わせて常に微細な魔力操作を繰り返している。カオス理論すら想定した無駄に無駄のない無駄な努力。どうかなさいましたか？イプシロンの努力の賜物かなって。そんな、私なんてまだまだです。